なんか国がどうこうじゃなくて、人間はこれを知っていなくちゃいけないんじゃないのかなっていうことなんだと思います、俺なりに。どっかにまだ生きてると思ってましたんでね、当時は。見つかってないですね。まあそれがきっかけでダイビングを始めて、妻を探そうということでね、ダイビングを始めまして。もし自分のことをこう思い出して、お墓参りとかでも来てくれるっていう人がいた時に、そういう人たちが来る場所もなければ、ならやっぱそうしてあげたいっていうか、見つけてあげたいっていう、なら見つかれば、ああやっと戻れるんですねって、よかったですねっていう気持ちと、全国のバイク乗ったり、その入れ墨入れたり、少しちょっとこうなんていうのかな、普通の社会の人たちからは嫌悪されてるようなやつ、そいつらが全国から物資を集めて、みんな言って本当心優しいっていうか、見た目はねもう本当ポンコツだけどさもう心はもうみんないい子たちばっかりだから、なんか地獄ってこういうなものなんだろうなっていうのしか強烈に覚えてない。でもこのことはやっぱ人間だったら知ってなくちゃいけないことなんじゃないかなと思う。高松さんのこの奥様への深い愛情っていうものは、本当に私もこうどう言葉に表していいか、ちょっと素晴らしいなという思いではいます。来なくていいよって、元に戻ったからって言われればやめる。それまではちょっと頑張ろうかなっていうか、頑張る。ずっと探し回ってました。妻に一歩近づけたのかなと、近くにいるかなと思うと、まだまだ戻りたいなと思っています。Available now on Video On Demand.